こんばんは。こんばんは。3番です。エントリーナンバー3番の高校1年生、東京都出身です。よろしくお願いします。張り紙がね、遠くて見えないですよね。ごめんなさい。これ以上近くにできなかったんです。あ、できるかも。やってみますね。ちょっとだけかもしれない。どうでしょう、見えますか。はじめまして。後ろの文字が読めません。ごめんね。ごめんなじゃない、ごめんなさい。読みます。東京都出身の高校1年生です。ハーフです。ハーフです。血液型は O 型です。 O 型で、身長は自称160センチです。よろしくお願いします。どうやったら見えるかな。で、ニックネームがないのでニックネームがないのでつけていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。予告なしに始めてしまって、申し訳ないです。右上が絶望。ニックネームがないので皆さんに作っていただけたら嬉しいです。私はアイドルとアニメが好きです。紙を持てばいいと思います。緊張してます。じゃあどうしよう、紙持つか。紙持ちますね。何カ国語話せる。英語は本当にちょっとなので、ほぼ日本語だけ。サンちゃん、あ、サンちゃんいいですね。アニメは最近は、言っていいのこれ、呪術廻戦と進撃の巨人が好きです。ちょっと待ってください。お待たせしました。こんばんは。もう200名。好きなメンバー、私はもう卒業してしまったんですけど、山田の絵さんが大好きでした。本当にマジでガチオタでした。だからもう卒業してしまった時は絶望でした。こんばんは。みーちゃん、かわいいね。確かに、かわいいね。かわいいですね。NGT さんで好きな曲は、私はマックス時315号が好きです。見えますか？山田の後継者になってください。なりたいです、のえさんの。のえピータイでした。はい。こんばんは。自己紹介。エントリーナンバー3番の東京都出身、高校1年生、身長は自称160センチの、血液型は O 型のハーフです。ニックネームがまだないので作っていただけたら嬉しいです。で、アイドルとアニメが好きなので語り合えるかなって思います。ラーメン好きですか。ラーメンは好きです。のえぴーの卒業公演入ったよ。ちゃんと感謝伝えたよ。いいな。私のえさんの卒業公演行きたかったんですけど、抽選で落ちてしまいまして、本当に悔しい。なので配信で見たんですけど号泣でした。どことのハーフですか。内緒。
ニュージーランドです。ニュージーランド。こんばんは。進撃の巨人の推しメンは誰ですか？私、あんまり共感してくれる人があんまりいなくて、悲しいんですけど、4年後、普通の最初のシーズン1とかシーズン2、シーズン3までのじゃなくて、シーズンファイナルの4年後のアルミンが大好きなんです。かっこよくないですか、ガチで。あとはミカサさんとか。自称160センチは本当は低いです。低いんです。アイドルってなんだろう、見たことある？あります。のえさんの卒業回も見ました。毎回パッと見杏仁さんに似てるだって嬉しい。杏仁さん大好きなんですよ。この間卒業されちゃったんですけどね。ニュージーランドはオーストラリアの隣です。星ですかって何なんですかね。アルミン自分も好きです。ありがとうございます。共感者が。お、新潟 NGT48 応援する会の会長。おお。ハーフです。モデルじゃないです。全然やったことない。こんばんは、はじめまして。 4年後アルミンか、見直してみるね。見てくださいね。こんばんは、はじめまして。こんばんは、こんばんは。エントリーナンバー3番の東京都出身、高校1年生の、自称身長160センチ、本当はもっと低いの血液型 O 型のハーフです。ニックネームがまだないので、決められないので作っていただけると嬉しいです。とアイドルとアニメが好きです。アニメ好きです。 オタクですよ。 NGT48 劇場で公演見たことありますか？まだないです。うん、生で見てみたいんですよね。ハート100個投げたよ。ありがとうございます。出身はどこですか？東京都です。こんばんは。はじめまして。こんばんは。カラオケでよく歌う曲はある？カラオケあんまり行かないからあんまり歌わないですね。あんまり行かない。本当に全然行かないです。人生この15年間生きてきた中で本当に数回とかしかないです。アニメは「進撃の巨人」とか「呪術廻戦」とか、あと思い出した、学園ベビーシッターズっていうアニメがあるんですけど、それが本当に面白いので見てみてください。ってことは15歳かな。15歳です。ニックネームメロンちゃん、どうですか？どう、いいかも、かわいい。48以外だとどのアイドルが好き？ K-POP も好きで、あとは坂道さんとか、で指原さんのプロデュースされてるアイドルさんとか結構好きですね。の、なんだっけ、ニアリーイコールジョイさんが最近できましたよね。アイドルって本当にかわいい。あとは、まあそう、ああ、ハロプロさんも好きです。モームスが、モームス、モーニング娘。さんが。15歳です。美形、モデルさんみたいやだって。ありがとうございます。全然そんなことないんだけど。アイドル系のアニメ、あんまり見たことないですね。アイカツとかは見てました、ちっちゃい頃。こんばんは。真人は、そうですね、そんなに好きじゃないって言ったらあれなんですけど、あんまりタイプでもないな。美しいだって。初見です。ありがとうございます。今日が初配信です。よろしくお願いします。 NGT さんはマックス時315号が好きです。お、学園ベビーシッターは、図は赤ちゃんたちが可愛いだって。わかります。 最近見てないから名前忘れちゃったんですけど、双子ちゃんとか、あとキリンちゃんっていう子いませんでした？その子たちも可愛いですね。いくつか候補を出して投票するのもいいよ。どうやってするんですか？あ、これかな。
違った、わかんない。あなたは高校生、高校生です、高校1年生です、中学何年生じゃない、高校1年生、高校1年生です、初見です、ありがとうございます。聞いてほしいんですけど、可愛いですね、ありがとうございます聞いてほしいんですけど、オーディションの時って本当に緊張しちゃって、だからもうすっごい、普段は本当はすっごいうるさいし口悪かったりするんですよ。なのでなんかその自分が出せないなって思って、緊張しいんですよね。多分髪は染めてないです。 AKB48 さんの大森真帆さんや佐藤みなみさんがアニメ好きみたいだよ。そうですよね、真帆ぴょんさんって五条先生好きじゃないですか。私も大好きですうるさいんからだってこんばんは。何人受かるの、何人なんでしょう、わかんないです。 NGT に合格してほしい、応援するね、ありがとうございます。じゃあその時はぜひファンになってほしいな。あ、出そうこれ。どこ出身、東京出身です、こんばんは。見えてる、こんばんは。もう720人見てる、恥ずかしい大人顔やった。サンディとかいかがですか、かわいい。確かに私ハーフだしそれっぽいね、それっぽい。あおちゃんと同じ東京出身なんだね。そうです、古舘葵さんと西形まりなさんと同じ東京出身です、ハーフです。なんだっけさっき、サンディちゃんか、サンディ、サンディちゃん、サンちゃんのことを見たらめっちゃ可愛いって周りビビってるよ、嬉しいです、ありがとうございますって伝えてください。 SKE さんにアニメの同好会やるらしいよ。えすごい、お邪魔させてもらいたいでまだまだアニメオタとしてはまだ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 です、まだまだですどこの国の、ニュージーランドと日本のハーフです。はい、800人誰かに似てると思ったら、カトミナさんに似てる、嬉しい、やった、私カトミナさんです、大好きなんですよ。あー落としちゃった、可愛いですよね、黒髪も似合ってたし茶髪も似合うっていう、最強だと思う、最強。スウェーデンではないです、ニュージーランドです、アニメ好きです、ぜひ NGT48 ありがとうございますNGT もアニメ好き多いよ。あ、ニュージーランドの国旗がある、そうです、それです、オケイさん、それですこんばんは、ミックスです、ミックス、羊のイメージ、そうですね、ラム美味しいですよね、よく食べます。はじめまして、どんなアニメ、進撃の巨人、呪術廻戦、学園ベビーシッターズが好きです。みんな君のことじっと見てるよ、あらあらあら、ハリウッド女優の誰かに似てる、誰だろう、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい、やばい、ハリウッド女優になろうかな、なるわ。どういうことが好きな人なの、面白いことなら何でもって感じ。アイドルとアニメが好きです、ニックネーム、ああ日本と季節、日本と季節が逆の、そうです、そうですそうです、南半球と北半球で違うんですね、ニュージーランドとか知らないんです、私そういうの。エントリーナンバー3番の東京都出身、高校1年生、15歳です、こう身長は自称160センチ、もうちょっと実は低いんですけど、の血液型O型のハーフです。ニックネームがまだないので決めていただけると嬉しいです。
アニメとアイドルが好きです。カトミナにわかるわ、だって嬉しいんだけど、めっちゃカトミナさんガチ可愛いよね。わかる、細いですよね。ニュージーランドも地震多いよね。そうですね、島国だからなんですかね。ニュージーランドに行ったことは何回か行ったことありますね。何回だっけな、数えてみます。3回ぐらい、4回、5回ぐらいです。 NGT48 も国際的になるのだって。やった、まだ入れるか分かんないけど入りたいな。英語とかは、英語はちょっとしか喋れないです。オールブラックス、オールブラックスね、大好きです。私ワールドカップの時はもうこんななって結果になりながら、結果わかんないこんなの言いながら見てました。可愛いだって、ありがとうございます。あー嬉しい。鈴木梨花さんが二次元同好会の会長やってるらしいです。鈴木梨花さん私も好きです。だからアニメ一緒に語りませんか。じゃあ155センチということで、だってもうちょっと高いですよ。はい、嘘つき、間違えた、なんで今嘘つきって言ったんだろう。前髪こうやってやる人はあんまり好きじゃないけど、自分もやっちゃいますよね。 USA じゃないです。 United States of America じゃないです。ニュージーランドです。155センチよりは高いですよ。なんか星は珍しいよね。星がわかんないんですけど、わかんない。 NGT の好きな曲は、 NGT さんの好きな曲はマックス時315号が好きです。一番、あと緑と森の運動公園、緑と丘の運動公園、あれ忘れちゃった。でもそれてんてててんてんてんっていいですよね。 NGT さんの志望の理由を教えて。私結構いろいろあるんですよ実は。 NGT さんが好きっていうのと、アイドルさんが好きっていうのとNGT さんが好きっていうのとか、アイドルさんが好きっていうのとか、なんともっと自分がアイドルになりたかったんですよ小さい頃。それで、あ、やってるやん、受けてみようかなってなって。ロシア語は喋れません。ロシアの血は全く入っておりません。入ってませんキウイのイメージ美味しいですよね。すごく配信慣れてる感じする一人だからかな。いやでも本当にライブ配信をやったことない。こんばんは、こんばんは、ナビトシさんとポットメセニーさん、こんばんは。歌はね得意じゃないから歌いたくないですやっぱりラグビー好きなのね。そうですね、お父さんの影響とかでやっぱり好きですね。告白してほしいな。だって待って、見て、1000人も見てる、ありがとうございます。やば、まだまだ身長伸びるでしょ。伸びてほしいな。でもなんかね、8ミリずつぐらい伸びてるんですよね、ちょくちょく。鈴木さん知ってるのか。知ってますよ、ハーフが星になっちゃう。あー、そういうことなんですか。ありがとうございます、教えてくれて。ハーフが星になっちゃうんだ、コメント。 HKT48 さんの村重杏奈さんは知ってる。知ってます、ロシアのハーフの方ですよね。めっちゃ可愛くないですか。明太子ってこういう形だっけ、明太子みたいな、明太子ハーフが星になってる。ありがとうございます、教えてくれて。もう覚えた、ハーフが星になってるってメモしますね。ハーフが星になってる。だからね、だからねっていうほどでもないですけど、審査員の方々は審査の時とキャラが違いすぎて多分びっくりされると思います。歌ってみて、恥ずかしいから歌わない。本当に歌が下手なんですよ。新潟の印象がある。実はお母さんが新潟出身なんですよ。
だから新潟はよく行ってて、そう。だから結構ね、行くんですけど、私新潟大好きです。可愛い人ってありがとうございます。緑と森の運動公園で会ってますよ、だってよかったって言って 緑と森の運動公園の曲が好きです。佐々木希さんに似てるって言われない。めっそうもないって感じですよ。全然似てない。オーディションはいろいろ受けたりしましたか？何回か受けたことあります。48以外に好きなアイドルグループはいますか？48さん以外には坂道さんだったり、あとは秋元康さん、いや言えない、秋元康さんのプロデュースされてるアイドルさんとかも好きだし、指原さんがプロデュースされてるイコールラブさんとか、ノエミさんとか、ニアリーイコールジョイさんとかも好きです。 あとはハルプロさんも好きです。モーニング娘。さんとか、こんばんは。ライブ配信初めてなんですか？慣れてるもの。確かに。テロップ書いたら便利だよ。テロップってどこでやるの？これ？あった。テロップって何書くんですか？わかんない。 NGT48 さんを好きになったきっかけは？そうですね、 AK ビンゴっていう AKB さんの番組あったじゃないですか。それの年始企画みたいな、お正月企画みたいな感じで、48グループさんの皆さんが集まった回あったじゃないですか。それで山田乃さんを見て、ガチ可愛いこの人なんだって思って 好きになって、 NGT48 さんを好きになりました。あとはお母さんが新潟出身っていうことで、48さんで推しはいますか？山田乃さんで卒業されたけど、佐々木希さんに似てるって言われますか？言われないですよ、全然。NGT さんで憧れのメンバーさんは？そうですね。じゃあ、卒業は、弥彦村さん、諸橋ひなたさんとか好きです。と、NGT さんで憧れのメンバーさんは、古舘葵さんも好きですね。東京出身だから同じ。西方さんとか、ラグビーといったら日本代表の稲垣さんも新潟出身ですね。そうですね、この間ご結婚されましたよね。新潟に縁があるのね。そうです、新潟に縁がある女です。 新潟の名物何か食べたことある？笹団子とか、あとはタレカツ丼とかで多分一通り食べ尽くしてると思います。ということは新潟に親戚がいるから一人暮らしの心配はないね。だってやった、一人暮らし怖いな。でもな 馴染みだったんだね。なおさら合格してほしい。ありがとうございます。初見です。初見さんいらっしゃい。私も今日初めてです。アンナちゃんに似てる感じがする。どのアンナさんですかね。村重さん？村重さんね、好きですよ。面白いし。やすすが好きな秋元さんね、すごいですよね。懐かしいビンゴ。ニックネームはメロンちゃんとやりたいな。じゃメロンちゃんも候補にしときます。あ、電気消えちゃった。明日は絶対やります。で、明後日はもしかしたらできないかもしれない。もう合格でいいやろとか言ってくださってありがとうございます。こんばんは、はるなさん。のえぴー、のえさん、こんばんは。テラヒナもノエピーから手を振り返してもらったからオーディションを受けたんで、そうだったんですね。寺田さんもノエピー推しだったんですね。ノエさん推しだったんですね。知らなかった。山田好きになったのなら見る目がある。見る目あるでしょ。実は山ココ T シャツ、山ココってやってたかな。
やひこむらさん、やひこむら、あんまりやひこむらさんでみんな笑ってんのかい俺と好み同じやんだって、嬉しい初見です。元 NGT48 の佐藤安寿さんに似ていますね。安寿さん私大好きだったんです。新潟フレンドとかね、めっちゃ見てた安寿さんの回とか。こんばんは、 NGT48 の歌をしてるゆきです。よろしくです。ゆきさんよろしくお願いします。私もオタクです。お笑い好きそうな雰囲気ある。あんまりお笑い見ないですね中井梨花はみんなが認めてる。わかりますよ、みんな同じ気持ち。今何時だ、7時16分。新潟好きなら合格してほしいです。ありがとうございます。こんばんは。やば、1500人も見てる。やば、本当は私もっと声低いんだけど、緊張しちゃって声が高くなっちゃってる。だからテロップに番号、あー年齢出身とか主だ主だったこと書いておくと親切よ。ありがとうございます。書いてみよう。なんて書く？エントリーナンバー3番、東京都出身、高校1年生。東京都出身。書くのめんどくさ。東京。生まれ、まあ、ずっと出身だから出身にしとくか。出身高校1年生です。ハーフですって書くわ。ハーフです。あれなんか急、あーもしオーバーしちゃった。ハーフ、あ、これで OK。 書けた？書きましたかね。あおちゃん知ってるんだね。知ってる子いるかなって心配してたから報告しておくね。報告してください。ぜひエントリーナンバー3番のやつが知ってたよって。おーって何？みんなおー、山ここ来てた、そういう方、山ここのことフォローしました、ありがとうございます。ガチのノイピー隊だ。ガチです。この子おもろいなおもろいより可愛いって言ってほしいんだけど。こんばんは、こんばんは。ちなみに新潟県民です。ゆきさんは新潟県民だそうです。覚えます、ゆきさん。こんばんは。おこん、あ、こんばんは。新高一です。ハロプロ、サッシプロデュース、坂道卒業生も含めると新潟出身結構いる。特技はないです。英語で自己紹介してみて。やだ、矢印から移した、上から移した、こういうこと。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、下からだと鼻の穴が目立つ、だって恥ずかしい。テロップ出てありがとうございます。かわいいフォローしました、ありがとうございます。かわいい笑顔。こんばんは、上から写しました。マリーちゃんって森本マリーさんですかね。と、ソガベユメさん推しですか。
で、ニックネームは決めた？決めてないです。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。NGT さんのメンバーを間近で見たことはないんですよ。見てみたいな。じゃあ時間決めよう。今7時20分じゃないですか。だから7時40分までやりましょう。志田ママカさんと井口真央さんも新潟だね。欅坂と日向坂のね。欅坂さんと日向坂さんね。こんばんは、ハーフです。あ、マリちゃんって西形マリナさんって、そういうことで、ね、マリちゃん、森本マリさんかと思った。あ、ちょっと一回配信切ります。またやります。ごめんなさい。ランキングってメモした方がいいのかな。わかんないからいいや。でん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 。どうしたらそれがわかんないの？あ、そっか。さっき上から撮った。上から撮った方がいいって言われた。さっきは急に終わらせてしまい申し訳ございません。申し訳ございません。ダン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 。コメントお願いしますね。初訪問の方が多いかな。よいしょ。初訪問、こんばんは、こんばんは。ごめんなさい、さっきは急に終わらせてしまい申し訳ございません。はい、エントリーナンバー、あ、いいや、これ書いてあるわ。ハーフです。15歳です。身長は自称160センチです。戻ったごめんなさい、急にいなくなっちゃって。お父さんに呼ばれた。しかもね、聞いてくださいよ、理由が、なんか理由が写真撮ってくれたんですよ。意味わかんなくないですか。そんなのさ、ママとかにやってもらえば、撮ってもらえばいいじゃん。これ上から撮れて、おかえりなんて、ただいまただいま帰りました、ごめんなさい。意味わかんないよね、本当にさ。もうちょっとさ、だからさ、弟とかにも頼めばいいじゃん。愚痴は良くないけど。はぁ、もうちょっと声低いんです、実は。知ってましたか。もうちょっとというか、だいぶ低い、だいぶ低いんですけど、まあしょうがないよね。いや、このベッドが映ってるのがやばい、汚いベッド。これでどうだ、いい感じ。コメントお願いします。これってさ、もうさ、上のマーク、人間マークって視聴者数。はじめまして、はじめまして、はじめまして。東京都出身です。エントリーナンバー3番です。ハーフです。自称160センチです。実はもうちょっと低いです。四捨五入したら160センチ。戻ってきたんだね。戻ってきました。ごめんなさい、さっき急に何も言わずに終わらせてしまって。
パパにお父さんに呼ばれてしまって、佐藤海里さんがワッツホーム見て本物の佐藤海里さん違った、上の人数はトータルだね。へえ、そうなんだ。こんばんは。トータルってことはじゃあ今まで見に来てくださった人の数ってことかな。分かんない、それ難しい。前髪がどうしよう。こんばんは、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 こんばんは。ああ、これは違うね。何？何が違うんですか？あ、佐藤海里さんの話。ああ、思い出した、思い出した。多分本物じゃない。そうですね、海里さんじゃなかった。海里さんの名前を知ってるだけだった。海里さんめっちゃ可愛いですよね。童顔じゃないですか、私思ってたんですけど。二十歳超えてると思えないんですよ。可愛い、ありがとうございます。嬉しいな。本物だとツイッターと連携してるから。確かにツイッターやってますよね、皆さん。あ、そうそう、ニックネームがまだないので決めていただければ嬉しいです。自分のキャッチフレーズ考えてないですよ。なんか一回4年前ぐらいに考えたんですけど、皆さんが好きなのは茶色、私は茶色とかだったんですよ。それは意味わかんないですよね。あら、かわいい、ありがとうございます。視聴者数ってどこで見れるの？ハーフです。よろしくお願いします。やべ、眉毛も見せたくない。ちょっと眉毛長いな。茶色そうなんですよ。茶色？その自分のさ、眉毛とかさ、まつ毛、目、髪の毛とか全部茶色だから、私茶色の人間じゃんとか。ムエさん見に来ないかな。あ、やべ、なんか落ちちゃった。何落ちた？あ、別に落ちてもいいやつだった。これエフェクトつけたいな。こんばんは。自己紹介します。はい、エントリーナンバー3番です。東京都出身の高校1年生15歳です。で、血液型は大型で、身長は自称160cm、もうちょっとちっちゃいです。で、ハーフです。アニメとアイドルが好きです。好きです。くしゃみでそうです。ニックネームがまだ決まってないので決めていただけると嬉しいです。こんばんは、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 こんばんは。ハーフってところがいいね。ありがとうございます。初見です。こんにちは、真面目まして。私も初配信。グローバルな活動できるね。まあでも英語が全然話せないから、まあできるか。 JKT さんとか会ってみたいな。ハーフ、
じゃあじゃあはじゃあねえ、視聴者数ってどこで見れるんですか？教えてほしいんですけど。はじめまして、視聴者数かどこですか、わかんない。ニックネームみっちゃん、確かにそれは思いつかなかった新潟に縁があることも書いておくと興味引きやすいかも。確かに、でもね、ここもテロップあるじゃないですか。そこはもう文字制限で書けない。もうちょい痩せたら佐々木のぞみちゃんになりそう。いや、じゃあ痩せます、なれるなら痩せます。え、ガチで痩せるわ。みっちゃん、明日決めようか、ニックネームは。36分、新潟に縁があります、新潟に縁があります、ハーフです。新潟に縁があるっていうのは、お母さんが新潟出身で、おお、小さい頃から新潟によく行っていましたので縁があります。ハーフです、ニュージーランドのハーフです。佐々木のぞみさん全然似てると思うんだけど、何で、こんばんは。ニュージーランドと新潟のハーフです。そうですねそうです、角度によってめちゃくちゃ似てるよ。え、あ、じゃあ似てる角度教えてください。これか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 、大人っぽく見えるね。そうですか、確かに私よく言われます。ハーフデンス可愛い、だってありがとうございます。 NMB さんにいそう。何かな、 NMB さんかではないと。 NMB さんってさ、めっちゃ可愛い、どのグループも可愛いですけど、めっちゃ可愛い。私の主演は梅山本のお二人だったんですけど、どちらも卒業してしまって悲しいです。木下春菜さんと木下桃花さんとあかりんさんが好きでした。今は塩月ケイトさんが好きです。あとみかなさんとか、まつげ長くて羨ましい、ありがとうございます。と青ちゃんより年下なんだ。そうです、葵さんより古舘さんより年下です。2個かな、卒業した2人だ、2人かな、この星多分2人風か、あ、風が星になっちゃう系ね。 OK、 理解。そーっとこう、そーっとなんてしない、大胆に、こんばんはフォローしますね、読んでくれてありがとう、ありがとうございます、フォローしてくれてありがとうございます。今日こんばんは、これで15歳なんだから、これからどれだけ美人になることやろ。美人になりたい美人になりたいな。オーディション受けたの何回目、わかんないんです。いつの間にか再会してる、ただいま。そうです、再会しました、ごめんなさい、さっきは勝手に切れてしまって。こんばんは。パパとママどっちがニュージーランドなの？パパです。このキャラ好きだわ、だってもう烈海王さんって呼びますね。もう押してくれ、押せ押せ、伸びしろありますね、やったー、伸びたい、ピョーンピョーン、 OK 合格、やった、合格しちゃった、しそうね、初めましてあ、なんとなんか、
明るいキャラクター好きですよ。ありがとうございます。明るいネクラなんですけどね。本当はやべえ、ずっと鼻の穴を映しちゃう。こんばんは。そこにね、のえさんのサインの写真がある。どうしてアイドルになりたいと思ったんですか。私のアイドルになりたいと思った原点がともちんさんなんですよ。ともちんさんに憧れてアイドルになりたいなって思いました。みんなに笑顔を届けたい。ゆめたんと気が合いそうやな。そうだね、ゆめさんですか。そうなんですか。こんばんは、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 こんばんは。あ、41分だって。いや違うな、この時計ずれてんのか。こんばんは、横顔いいね。ほんとだ、鼻とこくもいいの。鼻とこくなったかも。そろそろ終わりにしよっかな。明日は5時10分から始めます。なのでぜひ見てくれたらなって思います。ありがとうございました。頑張ります。バイバーイ。ありがとうございました。じゃあまた明日 NGT さんの動画チェックしたりしますよ。めっちゃ頑張りますね。横顔ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございました。名前決まらずに終わりそう。確かに。じゃあ明日サンディちゃん、メロンちゃん、みっちゃんの3つでね、決めよう、決めましょうね。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。さよなら。3